アルビレックス新潟バルセロナは2013年8月にアルビレックス新潟のシンガポール現地法人アルビレックス新潟シンガポールが運営元となってスペインカタルーニャ州で設立したサッカークラブであるアルビレックス新潟シンガポールは S リーグに所属し日本国外のサッカートップリーグで唯一日本人主体で運営するサッカークラブとして参戦し日本人選手が シンガポールで実践機会を求めて戦いステップアップの舞台としており、そこから数多くのプロ選手を日本国内外に排出してきた。このノウハウを生かし、現地在住日本人や日本からの留学生などを募集し、実際に日本の都道府県リーグに相当するカタルーニャ州リーグ第4部からリーグ戦に参入するとともに、スペイン語、ポルトガル語、 英語などの語学研修や現地のサッカークラブとの協力による合同練習や試合観戦などの研修を通してより高水準のサッカーと語学技術を同時に受けられる環境を整備していく。また世界に通用する日本人の人材発掘もテーマになっている。日本国内からの選手選考は原則として前年度の4月から11月にかけて募集を行い、書類、実に、 一般教養、面接などの審査を経て、翌年8月に選出メンバーがスペインに渡り、そこから翌年後から6月までのリーグ戦期間にカタルーニャ4部でプレーしながら現地研修を実施する。また、このプロジェクトは2013年から2014年の2年間をかけて展開する日本、スペイン交流400周年記念事業プロジェクト年間の公式プログラムの一環として、 日本の外務省より認定された。アルビレックス新潟バルセロナ、選手、スタッフ紹介アルビレックス新潟シンガポール、アルビレックス新潟バルセロナ立ち上げのお知らせアルビレックス新潟バルセロナ外務省公認事業プロジェクトに認定。ありがとうございます。